さあ、ギャンブルだ。スロットマシン、来い。そうだ、来い。負けなしの金を突っ込んでやる。アップル、おお、お金増えたぞ。バイプッシュだ。どうだ、ハズレだと。そんなバカな。来い。何、一番いいのは何なんだ。まだいけるはずだ。もう横でもやる、こっちでもやる。一応にできるのは一つまでだな、完全に。お、アップルでちょっとお金が増えた。はい、ということで、バイオショックコレクション続きを1の方やっていきたいと思います。結果お金失ってますからね、ほどほどにね。オールド、我々の配下の者たちが向かっていることをフォンテインは知っていたようだ。お、私たちは攻撃を受けた。スプライサーたちがゾロゾロと出てきて火を吐き氷を撒き散らした。あんな光景は見たことがない。奴が構築していたのはビジネスじゃなく軍隊だ。すんごいね。大丈夫か、バレてはない。これか、誰かいるか。おおお、特にアイテムはない。お金ゲット。こっちは閉まってる。ジュークボックスを使う。壊れてる。でね、サクッとね、ちょうど目の前にビッグダディとリトルシスターいたので、倒したので、ここのステージのリトルシスターたちは全員助けてあげた。ごめんね。さて、他にアイテムはないかな。お、こっちは行ったことないぞ。ラプチャーレコード、レコード屋さんだ。正体、コーエンはミュージシャンなんかじゃないわ。彼はライアンの一味よ。ライアンの腐った制作が海を吐き出し、それをコーエンが始末して回ってるのよ。ただその始末にはスコップなんかは使わないの。代わりに口ずさみやすいメロディーや巧みなフレーズで始末するのよ。でもね、大きくら素敵な音楽に聞こえたって、彼から匂ってくる悪臭は消せないわ。やばいぞ、なんか、はあ、出てきた。一体だけじゃなさそうだな。オッケー、あっち、もう一体か。お、コブがいるな。お互いの餌を奪い合ってる鳥みたいなもんさ。ラスト一人か。しゃがんで、素晴らしいファーストエイドゲット。さあ、コブどこに。よくも俺のレッドを殺したな。いや、そんなことしないよ。ほい、悪いな、コブ。私は一番好きだった。あ、そう。こうなったやつの方がもっと好きかもしれんな。相変わらず怖いこと言うな。ラプチャーからのお知らせです。余分にアームを手に入れようとして、ご苦労様です。もう相手にしたくない。特にね、今まで撃ってくるタイプ全然ね問題なかったんだけど、ドリルは足を止められて特攻されると一気にダメージ食らうからね。こっち側か。
だけど、このクソみたいな場所は悪に満ちてる。写真を2つ。これで4人に3人だ。なんだ、ロドリゲスとコブ。見さないのか。うん、とやかく思われる必要はない。君だけではなく誰にもな。ふざけるな。無関係無関係連中は全て死んでしまえ。おう、赤い赤い。やめてくれ。おう、やめろ。こっちへ来るな。どこ行った。全然君たちと踊るためのような曲じゃないぞ。玉切れだ。どこ行った。芸術を愛する老いぼれの気質を持って許してくれ。許せないわ。人を殺すには判断を鈍らせ、宣伝された魂でさえ情熱を注がねばならない。すんごい量の敵だったな。もう何そのプレゼントで、しょうがないな。さあ最後これで、おお、ドラムが、おお、できたーとか言って普通に出てきたけど、対象なしって、え、どうしたこれは、ははは。普通に来てるけど。美しい。消えた。上に行ったか。どこ行った。まあ、そんな慌てなくて、どこ行った。ブラストショットを見舞いしてやる。どこ行った我が蜂たちよ。いて後ろか。いた。消えた。燃えろ。よし、トリガーされたぞ。トラップボルトをここに。お、ビッグダディが行った。ビッグダディがどこ行く。仲間にしちゃおう。行くぞ。行け。超追っかけてってる。そいつじゃないぞ、そいつじゃないぞ、倒したい。ダディついてきてくれ。あいつはどこ行った。普通に歩いてる。追っかけろ。
そうだダディ、あいつは敵だ。やれやれ、どこまでも追いかけるぜ。強すぎる。どうしたんだ、ずっと連絡をしてたんだぞ。まあいい、恐縮だが潜水中でヘファエストスに行ってくれ。ライアンと肩を立てる時が来たぞ。最後に貴様の写真を飾ってやろう。なんてことはないね。ありがとうね、ビッグダディ。すげえボロボロになってしまったな。こっちね。あ、鍵手に入れたから開けられるけど。この中には何が入ってるんだ。おお、素晴らしい。ただ、結局、こっちはどうやったら開くんだろうな。危ない危ない危ない。ダディを攻撃するぞ。どっかで行動を見つけなきゃいけなかったのかな。ちょっとダディ待って、これ当たるとあなた怒るでしょ。だってどうしたものか、戦いたくはないもんだが、いいか行くか。お怒りですか。で悪いな。ちょっと待った、道が違う。さあこっちだ。すごい、なんだこりゃ。ヘファエストス、ヘファエストス。ああ、エリート、エリートだけはもう勘弁してくれ。でもボウガン強いからな、ボウガンうまいこと使っていきたいな。アダムが遺伝子操作のキャンバスだとすれば、そこに塗る絵の具はプラスミドだ。わあ、怖いね。まあ彼らは芸術家だったけど、プラスミドでだいぶ変わってしまった。確かに公演強かったからね。おお、ラプチャーメトロヘファエストス。気をつけろ、ライアンが動き出してくる。結束しなければな。勝負をかけるか手ぶらで帰るか、どちらかを選ぶ時が来たな。ライアンは遺伝子キーを持っている。それを奪ってこんな地獄からはおさらばしよう。これができなければ私たちはオダブツだな。マリューサーカスにようこそ。本当にオダブツなんかね。弾丸を買って、お金ができたらまた来てくれよ。ショットガンもっと買っとけばよかった。アイアンの執務室。敵の声が聞こえるな。公園の腕はだいぶ鈍ってきているようだな。昔は己の想像、ビリビリしてる。あれ、すんごいところだな。味わってみるがいい、このアンドリュー・ライアン。どういうことだ。ケミカルガンがあるぞ。こんにちは、インストリア。よっしゃ、よっしゃ、いける。俺が痛い。ちょっと体力回復させるか。オッケー。
グレネードと。マリューバーたちにようこそ。ここはショットガンの弾は振ってないのか。撃てー。倒したかい。あ、こっち来た。すごいアクロバティックにやられたな。誰かいないか。アイテムゲット。ドラム缶があるぐらい。気に入ってくれたかしら。なんだ、アースプライさんが贈り物。ありがとう、気に入ったよ。ホーミングロケットまでくれた。だよねー。いった。ほう、やばいやばいやばい。ちょっとやめてくれ。ホーミングロケットを装備。ありがとう。奴らの声が聞こえるな。地べたを這い回るミミズが顔を上げ、神の顔を拝むのか。周りを見渡してみろ。クズの集団ではないか。それぞれが母親、父親を持ち、やがては結婚し、妻と出る。君はそんなクズどもとは違うとでも思っているのか。そういえば君にふさわしい壁をまだ決めてなかったな。ご希望があれば言ってもいいぞ。なんだこれ。あの卑しい猿とジャングルのような生活を3週間しなきゃならなかったけど、最後の最後にどうやってアンドリュー・ライアンにたどり着けるか喋ってくれたわ。ハーモニックコアシャープ3で交換電流のオーバーロードを起こせばいいのよ。ただ問題なのはそれらが何かってことなの。エンジニアならともかく、私は靴のデザイナーよ。だからヒートロスモニタリングに生き残った整備士を探して何か得るものがないか調べてくるわ。あ、いや自分で食らうのこれ。いたん。盗んだ靴で歩こうとする寄生虫どものようだ。それが不可能であることを科学的に証明して。やべえ、あっちから来る。よし、まだどんどん張ろう。おそらく聞く耳すら持たんだろうな。さあ来いや。でまあ時間でも打ってっか。ラプチャーは息を吹き返してきた。耳を澄ますと今にもラプチャーの息吹が聞こえてきそうだろう。店は再開し、学校は若者たちの指導で活気づく。我が町は存続し、我が町は繁栄を重ねよう。 あんまり意味ない。FPS、あの、エイムがあったんだって 今になって気づいたけど、あまりに意味なかったね。ああ。ブレーカーを使う。開かない？ここが行かないとダメだ。最初狙うときは。ああ、出ていくわ。強かったな。
仲間の寄生虫の嘘は危険です。ラプチャーの繁栄は確かです。ビッグダディがお怒りですよ。あー強い。おー、あー俺関係ないです。さあその調子だビートボルト装備。おー下に行った。今度はビッグダディその調子だよ。ほっ、さあ上がっておいで。センサーマイ。さあ踏むがいい。でどうしようかな。凍らせるか。ニトロゲン。違うのが吹っ飛んだな。戻ってきなさい。戻ってきなさいよ。こっちだよ。消えた消えた消えた。ほっ、凍らせたぞ。ヒートボルト。危ない。うわ危なかった今のは。泣くんじゃない。私はとても恐ろしいことを知り、自分自身もっと悪いことをやってた。どういたしまして。でもこの世の光がまだ消滅していないことを私に気づかせてくれてありがとう子供。あ、ちゃんとリトルシスターとして取れるのか。何でもおっしゃる通りにします。何でも。大晦日か。フォンテインにとって自らの死はさほど問題ではなかったんじゃないかという気がしている。大晦日に八つの卑劣なスプライターたちが救済センターから流れ出てきて主なバリケードを襲撃した。死体は路上で腐り、ありとあらゆる市民がプラスミドを求めてハッキングしたい。よし、ここから身を守るためなら何でもよかった。ハッキング開始。待て待て待て、まずここから脱出させないと本当にヤバいことになる。終わったか。終わったな。これは終わったぞ。やめてくれ。あったあったあった。お金払う。よし。さあ動き出して壊す。ビッグダディの R30。 お、なんかスプライサーが。おっと、はっ、近くにいるぞ。お前のために死んだ。
私の邪魔をする。海底に町を建てるとは正気ではないな。だが捕らえようとしてくる危険中の手を避けるにはどこへ逃れていけばよいのか。奴らにコントロールされない経済を、奴らに破壊されない社会を築くためにはどこへ逃れていけばよいのか。不可能でないからこそ海底にラプチャーを築くことができたのだ。だがここ以外では不可能だ。いろいろ考えてるんだな、ライナー。さあ、こっち側の イートロスモニタリング。わお、どうしたんだい。なんだ、みんな何も待ってないじゃん。おお、急に出てくる系はやめてくれ。私にはセントリーがいる。わお、いい子だ。ここを作るという意思を想像してみるがいい。君は何をした。君にできるのはただの略奪と破壊ではないか。そんなもの人間とは呼べん。ベルサイユに救うシロアリのようなものだ。 HP マックスのHP マックスのビッグダディ先生がいる。戦闘準備開始。あ、トラップないか。凍らせて、集めてますね、エレキショット。こらこら、そんなもん飲んじゃいかんぞ。飲んでるな。では行きますか。まず凍らせます。凍らせたら、矢を打ち込みます。リロード。で、いくか。どうした、動けないのか。ふい、悪いな、バウンサー。さあ、今助けてあげるぞ。目を覚ますんだ。そう、だいぶアダム溜まってきたから、見つけたらどういたしまして。ゲット。レドヘッドスプライサーもなんかだんだん強くなってきてるような気がするね。死んだふりまで使ってくるとは。あれもそうなんじゃないのか。よいしょ、破壊。マシンガンラウンドが結構あるな。いや、調べられるってことは、
おお、動き出した。びっくりするな。よし、どこ行った？なんだ、何か見える。お、セキュリティ回避通貨いらない。かわいそうに裏切られてしまったんだな。アイテム見っけ。ただだいぶ、そうね、回復系はたくさんあるから。びっくりした。ここは、うん、リトルシュースあと一人か。ある者が海底に町を建てたとしよう。とても驚異的なことだ。またある者は飛行機事故によって大海原の中にあるその町に現れたとしよう。それはもう奇跡としか見えない。よし、天然カムフラージュ。立ち回ってる間と姿が透明に。ふー、パッキングを切り替えて。オートハッカーゲット。どこ行った？お、武器アップグレードある。あー、ありがとう。おお、姿消えた。いいね、プレゼント。この場所を信じてた。ナイアンもよ。でも彼はグレートチェーンを信じなくなって権力に頼るようになった。だから今はもうこの場所は終わりってわけ。そして私の娘もいなくなったわ。というよりあいつらの一人になってしまったの。
た目が変わればそういうわけじゃない。ここには何かアイテムないのかな。お、切り替えられるやつがある。これでね、てんてんてん、あんまり使わない。ビッグダディサイミンとかあんまり使わないからな。これをウィンターにして吹き飛ばすのーなー。ソニックブームで一気に、警備ビーコン、トラップ、ターゲットダミー、エンレイシュ、ソニックブームにしとくか。OK! ということで今回はここまで。次回この続きからプレイしていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃ、またな。